どうも、昨日キノコの山を爆食いしたせいで奥歯が痛い熊田です。さて今回も声優ニュースをご紹介していきます。それじゃあ行ってみよう。声優あずきうみさんがこんなツイートをします。理想現実ん？どういうこと？このままじゃ何言ってるか分かんないんで拡大。何しとん？何これ？あれ、これって噂に聞く超特大ヘッドマウントディスプレイじゃね？これかぶってディンクスタート。やほ。真面目にご説明しますと、こちら手作り簡易吸音ボックス、ブラックボックスくんです。この中に頭を突っ込むと、あら不思議、どんなに叫んでもうるさくない。11月5日にあずきさんが投稿された YouTube 動画にて防音効果を検証されてるんですけど、なかなかに効果を発揮していました。とはいえあずきさんの声量が半端ないのか、そこそこ声漏れてました。まあまあ動画を見た限りだと全く問題ありません。最悪隣人に壁ドンされるくらいでしょう。で、内部はこんな感じ。声優さんって家で発声練習するときどうすんのかなって思ってたんですけど、こういうのあるとめっちゃ練習はかどるよね。あと声優さんに限らず、自宅でカラオケの練習したい人にも向いてるかも。防音ルームもいろいろあるけど、安くても10万円くらいするから。俺なんかが言うのもおこがましいんですけど、こうやって夢に向かって努力される姿、めちゃくちゃかっこいいですよね。ツイッターで理想と現実って表現されてますけど、こういう積み重ねがゆくゆくは現実を理想に近づけていくんだなって思いました。あずきうみさんの YouTube チャンネルと Twitter リンクを説明欄に貼っておきます。高橋みなみさん、体調が優れず11月7日に病院で検査をしたところ、コロナ陽性と診断されました。しばらく休養するとのことです。事務所から発表があった通り、コロナ陽性となってしまいました。復帰したばかりで、これからという時に応援してくださる皆様、そして関係者の皆様に再びご心配とご迷惑をおかけして申し訳ございません。また元気な姿をお見せできるようにしっかり養生いたします。この通り高橋みなみさん、10月中旬から喉の治療のため休養しており、先月29日にやっと復帰されたばかりでした。なんだか弱り目にたたり目って感じになってしまいました。ちなみに高橋みなみさん、11月6日に開催された馬娘のライブ Day2 にエルコンドルパサー役で出演していました。会場では感染予防措置を施した上で、当日の医療用抗原検査も陰性だったことから、出演者は濃厚接触者には該当しないと判断されているようです。今はとにかく治療に専念していただきたいです。馬娘プリティダービー、グラスワンダーでおなじみ前田玲奈さん、9月下旬にとんでもない事件に遭遇してました。11月7日にこんなツイート。私事ですが、実は先月夜、横断歩道を横断中に左折してきた車、タクシーと激突しまして、幸い大きな外傷はなかったのですが、軽い脳震盪や打ち身等でダンスレッスンを休んでいたので、ライブで十分なパフォーマンスができるか少し不安でした。でも後悔なく全力で楽しく終えられて一安心。いやいやいや、さらっと報告してますけど、やばいでしょ。大きな外傷がなくても脳震盪を起こしているわけだし、今は良くても後々症状が出てくるケースもありますから。あと11月7日のツイートで先月と言ってますけど、実際は9月下旬だそうです。このツイートをする前日、11月6日には埼玉ベルーナドームで開催された馬娘のライブイベント、馬娘プリティダービーフォースイベント、スペシャルドリーマーズエクストラステージに出演していました。まさかこんな辛い経験をされていたとは衝撃です。そして、皆様に会えてよかった、私も本当に惹かれることあるんだと一瞬の間に思いながらぶつかって地面に倒れたので、皆様もどうぞくれぐれもお気をつけてお過ごしくださいね。そしてお相手がわからないままなので、もし心当たりのある方はご連絡ください。いや、ぶつかって地面に倒れたって、おいおい、ドライバーひき逃げじゃねえか、出頭せい。待てよ、タクシーって言ってるからなんか手がかりないんかな。せめて会社だけでも分かればね。馬娘みたいに猛スピードで横断してたわけじゃないんだから、完全に脇目運転だよね。そして、もちろん警察にも届け出て、体や脳の検査もして大丈夫でしたので、診断書ももらってます。ただ防犯カメラがなさそうだから見つけるのは難しいと思うと言われました。動転していてナンバーも分からず、危険は日常にはらんでいるよとお伝えしたく、皆様思い思いのメッセージありがとうね。補足として、スマホもリュックの中にしまっていたので、タクシー後ろ姿の写真も撮れずでした。歩きスマホもしていませんとのこと。これ似た経験した人って案外多くないですか？俺も横断歩道渡ろうとしていて、やっぱり左折してきた車に目の前数センチを通り過ぎられたことありますから。まあぶつかりはしなかったけど、横断歩道渡ってる歩行者を下がらせて車が先行くんだから、すげえなと思ったよ。マジで気をつけてくださいね。横断歩道は絶対安全じゃないです。10月10日、三沢幸子さん、とうとう恐れていた悲劇が起こりました。
三沢さん本人による SNS 更新を事務所よりストップかけられました。所属事務所は8月末より活動を復帰しておりました三沢幸香ですが、現在体調が万全でない状態が続いております。今後ですが、当面の間 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube など本人による SNS 更新はお休みさせていただきます。出演情報やその他告知事項についてはスタッフより更新を行わせていただきますとのこと。なぜこんな事態になったのか、いや体調が万全でないって書いてあんじゃんって思うでしょうが、この前日11月9日こんな事件があったんですよ。ある方が三沢さんに対してこんなツイートをしたんです。桜爆心王声優の三沢幸香さん、インスタのストーリーで質問に答えてたけど、だいぶサバサバできっつい性格してたわ。担当してるキャラのイメージ損なわないかだけ心配と、まあ三沢さんの性格を悪く言うツイート。すると三沢さんが反応、ずっと前から変わらないよ、キャラと声優を混同するのは別の問題では。その後も立て続けにこんなツイートをしてます。役と中の人が同じ性格してて欲しいのはわかるけど、押し付けられても変えられるものではないよ。私は私、役は芝居だからな。役は全員平等、同じように大事にはしてるし、それぞれ偶然似てるところもあるけど、人気声優っていつでもハッピーキラキラ笑顔じゃないとなれる権利がないなら、私は人気声優にはなれないね。人気声優とかみんな突然言い出したの最近じゃん。私はずっと三沢幸香なのに、病んでるのも追消しも通常運転なので大騒ぎしないでほしいものですね。告知と自撮りのみが一番都合よく妄想しやすいという客層があるのもわかるんですけど、追廃ですし三沢幸香ですし、メディア欄だけ見てもらうとかいかがでしょうか。残してもうるさい人に食いつかれる、消したら人気声優追消し、行けども戻れども地獄で草。本人ツイートや自撮りの方がファンが嬉しいかなというファンへの気持ちや、告知や解禁を漏らさずちゃんとやるために全てを自分で管理していたけど、やっぱ完全にネット体制包含しようかしらね。フォローほんの少しずつ増えてるの草と、まあここまで。 SNS 更新がもう嫌になってしまったような言い方、誰とは言いませんが、前にもとあるユーザーからああだこうだ言われて Twitter から完全に去ってしまった女性声優さんを思い出したよ。でそこに来て事務所が三沢さんの SNS 全面休止を報告したわけです。三沢さんの悪口をつぶやいたユーザーさん、まさかここまで大事になるとは思わなかったでしょう。謝罪文が記載された画像を投稿。大まかな内容としては、三沢さんの努力や生き方、人柄を否定する投稿をしたことに対する謝罪です。この方、2017年からツイッターを利用しているようですが、この謝罪以外のツイートは全削除。また、どうやら事件の後、複数回アイコン画像を変更しているご様子。なんでや!なんか俺個人の感想なんですけど、すごい残念です。三沢さんには心を休めていただきたいですが、三沢さんのツイートは毎日楽しみにしていたので、今後の展開を見守っていきましょう。11月7日山寺浩一さん、明夫さんの相場見つけたんで勝手にまたがってやったぜ。うお、ガチで乗ってる。内緒と言って自分から世界にバラしていくスタイル。こちら大塚明夫さんの朝のツイート。まさにこの数時間後の出来事、こんな大それたことできるの仲良しな山寺さんくらいでしょう。あと波川大輔さん。11月7日放送のネプリーグに声優波川大輔さん、森久保祥太郎さん、ファイルーズ愛さんが出演しました。超人気アニメ声優 VS アニメ漫画好き軍常識対決ということで、波川さんの声優王に俺はなるという熱い決め台詞で開幕。海や川の生き物の英単語を日本語で答えるクイズで、波川さんスターフィッシュをヒトデと答え見事正解。その後、ヒトデを正解したのはすごい、ヒトデ言ったの誰と聞かれ、波川さん満面の笑みで手を挙げ立ち上がるも、嘘でしょ、じゃあいいやという雑な扱い。波川さんなんでのお顔がこちら、不憫すぎる。芸人やんというツッコミまで入る始末。声優さんが担当キャラの声をリクエストされている時も、一人だけアーニャくださいという全く関係ない無茶ぶり。なんで僕だけアーニャなんですか、アーニャじゃないですよと食い下がるも、結局やらされる羽目に。波川さん前に声優という遊びで言ってたけど、周りから芸人みたいな扱い受けるせいで、本職のアフレコ現場でも何かやってくれるって期待されて辛いみたいだから、もうやめてあげて。波川さんのライフゼロだから。ファイルーズ愛さん、序盤のクイズで早々脱落しており、このままバカだと思われるのを回避するために、皆さんの頭の回転の速さにイフすら覚えましたとコメント。イフという難しいワードを使うことで頭の良さをアピールしたと自分から主張。そういうところがもうバカっぽいとツッコミを食らう羽目に。最後、アニメタイトルの隠れた部分を漢字で書く問題。森久保さん、パリピ孔明の孔明をひろあきと書き、まさかのパリピひろあき爆誕。番組終了後、パリピ孔明で孔明を演じた沖合亮太郎さんから、おいおい誰だパリピひろあきって書いたの、森久保翔太郎君だなといじられてました。森久保さん、すみませんでした、ひろあきさん、いや孔明さん、ごまん。あくまでいじり返すスタイル。
11月7日、北村えりさんがこんなツイート。おばあちゃんお誕生日おめでとう。私の未来を心配して大反対だった芸能活動を今では応援してくれて本当に感謝して、いくつか知らないんだけどね。おばあちゃんの年齢知らないってあなた。北村家では実年齢を確認してはいけないルールだったのです。おばあちゃんのことはお母さん、お母さんのことはお姉ちゃんと呼びなさいと。なるほど、そういうことなら仕方ありません。複雑、年齢の確認 NG って、家庭内がアイドル社会。松岡義嗣さん、今ミニトマトにすごいハマっているそうです。とにかくリコピンを摂取したいらしい。もはやお菓子感覚でミニトマトを食べているそうな。ちなみにトマトを凍らせて食べるのが好きなんだとか。ただ冷たすぎて味を感じないみたい。トマトの前は椎茸にハマってて、肉厚の椎茸を求めてスーパーを徘徊していたこともあったとか。食いすぎて飽きちゃったそうです。11月7日月曜放送の声優と夜遊びですが、とんでもない発表がなされました。いや残念で仕方ありません。もう安本さんなんてこんな切ない顔して、毎週月曜日はこうなんだよなと、まるで生活の一部みたいな言い方で、岡本さんもこれからやってけんだって正直思ってましたって微笑みながらも、その裏には泣きたい気持ちを我慢していて、俺も目頭が熱くなって見てました。完全に番組打ち切りみたいなノリで始まったんですけど、何があったかというと、スタジオ追い出されるっぽいです。何？もう45年番組やってて、月から金まであって常設スタジオなのに追い出されるそうです。だいぶがっちり作られてるからバラすって言っても難しいみたい。こんなこと言ったらキャストさんたちに失礼だけど、面白すぎでしょ。いや番組が終わるわけじゃなくて本当に良かった。じゃあなんで追い出されるかといえば、今月20日日曜から開催されるサッカー FIFA ワールドカップカタール大会がアベマで全試合無料放送されるため、多くのスタジオをワールドカップで使用することに。でこのスタジオもその標的になったわけ。移動する先のスタジオ結構ハイテクでご立派みたいです。来週は新スタジオでの放送、これはめっちゃ楽しみですね。アニメ旧明神輪廻やアイ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 スクリーンチャチャなどを演じた佐藤舞さんが、空き時間でとても暇なのでちょっとお話ししません、飽きるまでとツイート。すると杉田智和さんが、好きな鉄章は何ですか。回答の選択肢があまりに狭いことで有名、杉田さんの好きな〇〇シリーズ。この場合正解は源田鉄章さんです。佐藤舞さんの回答は、ヘドロ鉄章様です。混ざるのやめてください。ヘドロさんって銀魂の包皮のヘに怒りのド、ロビンマスクのロと書くあのヘドロさん。杉田さんの唐突な質問にここまで完璧な回答をするとは、恐ろしい子。てか混ざるのやめてくださいって杉田さんの扱い雑。やるじゃない。11月8日、小山剛さんがこんなツイート。朝現場で源田鉄章先輩、安本博樹、三宅健太という低音ボイス3人衆に会った。朝からこのメンツは濃すぎて胸焼けするわ。うらやま。こんな胸焼けならずっとしてたいけど。安本さんが反応。でも見た目が一番悪そうなのは剛さんでしたよ。いやお前も相当だし、三宅もなかなかだし、源田先輩に至っては完全にそっち系だったぞ。そっち系ってこういうこと。まあ小山剛さん見た目はあれですけど、笑うとめっちゃプリチーなんで。するとどこからともなく湧いてくるこのお方。あー、いやあーじゃないよ、これそういう展開じゃないってば。どこまで妄想膨らませたんですか。いや想像しちゃったじゃない。低音ボイス集たちの発展、なんでもないです。